おしぼりをまず三角に折ります。両端を頂点に折ります。下半分をこのように裏側に折ります。この上にある2枚をちょっと広げて、下にあるこの2枚、これを手前にこのように引っ張ります。左右の角をこのように真ん中にまとめます。裏側にポケットが2つできるので、このポケットを裏返して全体を固定します。このように裏返して全体を固定します。ひっくり返すとこのような形になっています。ここがコーンの部分になるので、きれいに三角に尖らせます。こちらがクリームの部分です。クリームの部分は、このように、ちょっとこうひだひだをつけて、クリームっぽくします。これで、ソフトクリームの完成です。